皆さんこんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今回はリハビリ報告です。今回の方は発症から6年ほど経っている方ですけれども、杖で歩かれてですね、最近麻痺側の左の足首を柔らかくするためにこうしゃがみ込む練習をしているというようなお話をいただきました。しかししゃがみ込む練習をするんだけれども、かかとが浮いてきてしまうというようなところでお困りだったんですね。この動きのコツでは感じるということが大事になりますので、このしゃがみ込み練習をたくさんしててもですね、かかとが浮いてしまってたらよくありません、ね、このためには感じるというところが大事になります。ではどのようなところを感じながらやらないといけないのかを今日はご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい、それでは説明していきたいと思います。今日の方は左側が麻痺されてるんですね。発症から6年ほど経ってるんですけれども、このようにその方はしゃがみ込む練習をしておられるんですね。手すりを持ちながらしゃがみ込む練習をしているんですけれども、この麻痺側の方のかかとがこう浮いてきてしまう、ね、この良い方はしっかりとベタッとつくんですけど、こっちが浮いてきてしまう。ですので足首を柔らかくしたいけども、なんかもう少し踏ん張りが足りないよなというようなところでお困りでした。じゃあこの時にですね、何が問題なのかというところをちょっと確認していきました。そうするとこのしゃがみ込むところでいつの間にか良い方の足にこの時自然とこう体重が乗ってきてしまってるんですね。ですので麻痺側の足に体重を預けられていなかったんです。ですのでこのように麻痺側の足の裏に体重を預けることができればですね、かかともしっかりとついてしゃがみ込むことができます。しかし皆さん急にですねしゃがみ込んだりとかすると非常に危ないですので、まずはちょっと高さをですね、お風呂椅子だったりとかね、それ高さをちょっと全くない状態ではなくて少し腰掛けられる高さからご準備いただいて練習される方が良いかなと思います。ポイントはしゃがみ込むときにしっかりとこの麻痺側の足の裏まで体重を感じながらゆっくりじわじわと乗せてくるということですね。決してこうしゃがみ込むときにいい方ばっかりにこう行ってしまうとね、こっちが浮いてきてしまいますから、そのようにならないためにまずは麻痺側にしっかりとゆらゆら体重を感じながらしゃがみ込むということをやっていければ、かかとが浮かずにしっかりと支えられるかと思います。先ほども言いましたが、決して無理にですね急にしゃがみ込むと転倒の危険がありますので、皆さん安全を考えながらですね、配慮しながら練習の方をしてみてください。はい、動画をご覧いただいて皆さんいかがだったでしょうか。今回のようにですね、何ヶ月も何年も経っててもですね、症状というのは必ず変化してきます。そのためには今までのリハビリのやり方ではなくてですね、新しいリハビリ、この感じるリハビリというのをですね、皆さんに取り入れていただければ少しでもこう症状が変化が実感いただけるかと思います。もし変化が実感いただけない方はですね、何かやり方が間違えてたりとか気をつけることが間違えてる可能性がありますので、そのような方はぜひ他の動画を見ていただいて参考にしていただければ、またそちらでのヒントが得られるかもしれませんので、ぜひそちらを活用していただいたらいいかと思います。 YouTube の検索に動きのコツ、そして肩であったりとか足であったりとか、そのようにキーワードを入れていただけましたら必要な動画が検索できますので、ぜひそちらをご活用ください。そして YouTube ライブも毎日配信しております。ちょっと1時間という長さがあるんですけれども、実は火曜日の6時半からはですね、30分だけで皆様のご相談に対してこうね、チャットで皆さんが相談いただいた内容を
お答えするような相談会というのを火曜日の6時半からしております。ぜひそちらのですね YouTube ライブの方にも皆さんからコメントいただけましたらお役に立てることがあるかと思いますので、ぜひご活用ください。そして今日の動画良かったよという方はグッドボタンもお願いします。また私たちの励みになりますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。